お初にお目にかかります。私、斎藤利政の娘、貴重と申します。この度、信長様と夫婦の契りを結ばせていただきます。ふつつか者ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。夫婦？まあそれは置いといて、とりあえず俺のことが好きだな。そして大事なのは年齢だ。最低18歳以上。君、今何歳？15歳でございますが。くっそー！信長様はどうされたのですか？あれはほっといていいから。信長様、少し二人きりでお話ししとうございます。ああ、随分セオリーと違うな。形式上ではありますが、信長様と夫婦になったということで、早速。子作りを始めるとしましょう。何やってんだお前。14歳の子を脱がして何やってんの。こいつが勝手に脱ぎ出したんだ。だいたいそういうことは好きな人とやるものだ。おっしゃってる意味が分かりません。なんで。子をなすことは妻として最も重要なお役目です。好きかどうかなど関係ありません。さあ早く始めましょう。手を出したら逮捕だよ。それだけはダメよ。だからやめて。